皆さん、こんにちは。ということでね、なかなか練習したっていう動画を出せない。ということでやっていきましょう。えー、今日はですね、まあ、延長10回で負けたという形になりましてね、エンゼルス2対3で負けると。で、翔平は3打数1安打2フォアボール。まあ 申告国権、ね、ということになってましてであと翔平はホームランダービーは出ないことになったと、えー、今日ね、えー、全員の出場者発表がありましたけどもね、まあ、翔平は今年は出ないとで出るのは、えー、シュアーバー、えー、プーサンソト、えー、ホセラミかなであとアロンソアクーニャシーガーロドリゲスフリオですねロドリゲスはね とといいうう8名というふうになってますどうですかね、誰が行くのか、ま,あ、またアロンソなのか、まあ、どうなのかっていう話ですけどもね、まあ、とりあえず翔平は出ないということで、まあ、出てほしい方、出てほしくない方いたと思いますけどもね、とりあえず出ないということになったようです。で試合の話に戻りますと、エンゼルスはですねスコアリングポジションにおいて9回あったんだけど、0回ですね。 安田は7回あったうちの、えー、3回ものにしたということになっておりますで、まあ、エンゼルスヒットで、ね、こうタイムリーだから打ったとっいうのはなくて、まあ、2点取ってるという形になっておりますで今日、デトマーズ先発で,です、ねまあ、6イニング5安打2失点3フォアボールとデッドボールも1個かなで 6K ということで、まあ、初回、ね、あのデッドボールフォアボールで、えーまあ ヒットとかいろいろ打たれて、まあ、ピンチ、まあ、連打もあったんですけどもねまあ、その中でまあねよく抑えたのかなとね、うん、2点で抑えたのかなとも思う初回でしたねまたここでね何て言うんでしょう初回で決まっちゃうような状況でもあったと思うんですねあのー、ピンチはねただまあ相手のミスとかもあったりしたんですが、まあ、よく 2点で収まってまあ、試合になったっていうか試合を作れたなっていうところですよね。でまあ、前回はですね、スライダーがこう多かったと思うんですけども今回は、まあ、ストレートが46%パースライダー28%パーカーブが15%のチェンジアップが11%ということでまあ、今日はちょっとね変化球がいまいちだったのかなっていう感じでねまああんまりこう安定しない 場面が多かったのかなと思ってまあ、その中でまあね請求に苦しむ中でまあそこそこまとまったとまとまったとか試合を作ってまあね6回2失点でまとめたっていうのはまあ評価できるというか素晴らしいところではないかなと思いますし、まあ、前だったらおそらく崩れていってたのがこういう調子だとね崩れていってたのがまあなんとかしのいだっていうところがあると思うのでね。うん まあちょっと成長が見られたんではないかというかね。うん。結局ピンチを背負って、まあ抑えるのがいいピッチャーでもあるし、ピンチを背負っちゃったら、ダダダダって崩れていっちゃうとね、毎回毎回、まあ良くないピッチャーになっちゃうわけですから、まあ、今日はそういう場面がね、えー、ちゃんとできたのかなと思いますし、まあ毎回調子がいいわけではないのでね、まあ。 その中で今日の調子の中でどう抑えていくかみたいな、ね、ことになってくるとは思うので、まあ、今日のデトマーズに関してはねまあ頑張っただろうという評価ですよねでまあやっぱ審判との、ね、相性もそのねストライクがなかなか入らないっていう中で まあそのデータ上はかすってるけど、まあ、取ってもらえないボールとかが、ねまあ、あるとね、マジかよってなるわけですからもっと、ね、追い込まれていくんですけどもね、まあ、そういうのもあった中で、まあ、よくやったなと思いますね。で、3回ねあの打つ方ですけども3回は、えー、翔平の、ねえー、ヒット、ヒホのフォアボールで、アデルが、ね、デッドボールで、えー、ビィラの、えーの押し出しかで、まあ、それで1点と。 で、4回スタッシュのヒットで、まあ、エラーでね、えー、ベンチの方にぶち投げたので、えー、2塁まで進塁できて、で、ここでまあまたね、回しがバントして、えー、送りますと。で、ワンアウト3塁を作って、で、ステフがですね、まあ、初球ゴロを打っちゃってね、まあ,あれ全身ね、まあ割と前にいたんで、ヒットゾーンは広いんですけど、まあ、もうちょい右に打ってくれたらなっていう感じでね、抜けてたよねっていう感じなんですけど、 まあ、ギリギリね、取られたような形で、まあ、うん、しょうがないかというところですけどもね。ただ、まあ、翔平の、ね、フォアボールだったんですけど、その球がパスボールになってね、そこで同点ということで、とりあえずね、まあ、2対2になりまして、で、ボードがヒットで繋いだんですけど、まあ、ヒホのね、いい当たりだったけども、まあ、ピッチャーの正面で、まあ、取られてしまうということでね、うーん、まあ、ちょっと、 あれがねっていうのはあると思うんだけどもまあねいい値だけどまあ打球が上がんなかったっていうのがまあそこかなっていう感じですよねうんでまあでも昨日と今日とねえー、まあ前回だったらまあなんとなくこう手も足も出なかったようなピッチャーをまあ昨日は勝ったわけだしで今日もですねやっぱりなんかね気持ちよくは投げてなかったじゃないですかだから何て言うんでしょうね 簡単に三振、昨日もまあ簡単に三振はしなかったっていうのを言ったと思うんですよね、粘ったりしてね、うん、アデルとかあのベラスケとかね。で、まあ、今日に関しても、やっぱりなんて言うんでしょうね、三球三振とか、くる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 全員がやってると、まあ、ピッチャーも気持ちよくなるじゃないですか。例えば、調子がね、悪いかなって思ってても、相手がそういう感じでね、くるくる回ってたら、今日、調子いいじゃんって言って乗ってきちゃうっていうこともあるわけですよね。 そうじゃなくてやっぱり何かしらする、うん。まあそういうところで、まあフォアボールをね、たくさんもらったり、デッドボールになったり、まあなんか相手が乱れてたなっていうのがあるのでね、まあなんかサインの交換もいまいちね、スムーズでもなかったしね、うん、なぜか知らないけど、まあそういうのも含めて、相手に気持ちよく野球をやらせてなかったっていうのが、まあこの、まあ、ヒットで点取ればいいじゃんっていう話なんだけど、 まあそれその中でもね相手のこうミス、フォアボールとかもらってまあランナー貯めて点を取れたっていうのはまあそういう場面なのかなっていうことですよね。そういう場面というかそういうことでまあ取れた点なのかなと思いますね。で7回、アデルね、ねビラーの連続ヒットで、えー、まあチャンス、まあツアウトでしたっけどね、でここは、まあ、昨日だったんですけどもねウォルシュ代々に出してまあセンターフライか。 ここマーキノで良かったんじゃねえかなってちょっと思ったんですよねでまあここのとこやっぱオルシュねオルシュファンに申し訳ないんだけどまああんまりこう良くないよねっていうね感じででバットに当たる気配もあんまないしっていうことでね見ていてそんな印象なんですよねで決してまあマーキノがそこまで打つかっていうとそうではないんだけどもまあもちろん右左のねあれで出したんでしょうが うん、ただ、バットに当たってどうにかなるって考えたら、まあ、昨日の方が可能性高かったんじゃないかなっていう風には思いますよね。で、8回はステフがね、フォアボール、で、ダイソー、ベラスケが盗塁して、まあ、盗塁しちゃったらね、翔平は歩かせられるのはまあ当たり前というか、まあ、そうだよねって感じで、まあ、歩かせられたんですけど、まあ、ただね、一塁にいて翔平がまあホームランかスリーベースか、 ツーベースでも返ってこれる可能性あるけど、まあ、その可能性よりかは、ね、1、2塁になってウォードを今日ヒット打ってましたから、まあ、どうにか1本っていうところにまあかけたっていう形になりますけども、まあ、三振というところで点も入らずとで、結局ね、そのまま延長にいっちゃって、まあ、アストルズは、ね、10回、えー、簡単にね、えー、ライトフライでワン、まあ、アウト、三塁っていうのを作って で、まあ、あとフライかヒットか何でもいいよってところで、まあ、ヒットでね、えー、しっかり点取ってくると。で、エンゼルスとしてはもこの1点だけ取られるっていうのは、まあ、これはしょうがないし、まあ、もちろんゼロで抑えた方が、まあ、いいことはいいんですけど、まあ、ノーアウト2塁でゼロっていうのも、まあ、酷な話でね、1点までだったら、まあ、普通、OK、OKOK、OK、って感じの延長10回だと思うんですよね。だから、結局、これは1点を取るか、まあ、1点以上取るか、 まあ、ゼロに抑えるかっていう話なんですけど、まあ、1点は絶対取らなきゃいけないよねっていう、まあ、この延長のね、話なので、まあ、でも、アストルダ、それは簡単に取ってくるし、エンゼルスの方は、その1点がやっぱ簡単に取れないっていうチームなのでね。だから、まあ、延長までいっちゃうときついよねっていうところですよね。で、まあ、10回裏、まあ、ウォルシュでしたけどもね。まあ、何もできずに三振してしまったというところで、 まあね本当は三振でね審判が助けてくれたんですけど1球、ね、その次もまあ振りもしないっていうところでねちょっとあれはだめだろうっていうね、うん、何かしら振,らない振ってねセカンドゴロでいいわけですからまあそれをしてくれないっていうことはちょっと厳しい状況では彼はやっぱりいい状況にないよねっていうところなんでねやっぱりこう、まあ、昨日の方が、まあそこで変えちゃって。 っていうところがちょっと裏目に出たかなっていう感じですよね。うん、でまあ結局そのね、あとはもう何もなくて、えー、このまま負けちゃったという話なんですけども、うんだからまあね、なんでしょう、この最近のね、試合を見てる限りでは、まあ、よくやったよっていうふうには言いたいよね、うん、ピッチャーとかはね。うん、ただまあ、 本当にねこう、ちゃんとした意見を言うんであれば、まあ、勝てたよねっていうね。でしかもその、要は4回とか7回とかいろいろこう、ね、もうちょっと点取る場面はいっぱいあったんだけども、まあ、そこでのヒットが出ないですよね。ヒットは同じぐらい打ってるはずなのに、まあ、そのヒットで点が取れてないだからランナーを置いた場面でヒットが出てないっていうところがね、まあ、やっぱエンゼルスの課題なんでしょうけど。 ずっとねただまあなんとなくこうそれ以外のまあ送るとかまあああいうことをしているから多少ね点が入るようになったしまあ簡単に終わらないようにはなったんだとは思うんですよねだからまあ2点が取れてるっていうのもあるし、うん、ただまあそれを超えてこないとねヒットでもうちょっと点取ってね超えてこないとやっぱ勝てないよねっていうところなので。 だから本当に最近の状況から言うとよく戦ったよしかもアストロズだしねっていう話なんだけど、うん、まあ勝てたよねっていう試合ではあると思うのでねちょっとこう何でしょうねよくやったと思いつつもまあ勝てるから残念だなっていう試合でもあったかなとだから前はこういう試合がねあ結構あったと思うんですよ勝ってた時ってねああよくやったけど勝って 勝てたたよねみたいなで最近の負けってもうなんかまあ負けだよねみたいなことが多かったと思うんですけど、ね、相手がその強くないチーム、まあ、割とねそんなに強いと言われないとこのチームでもそういう戦いになっちゃってたんですけどもまあこのねアストロズとの戦いで、まあ、皆さんが予想してたよりは しっかりと、まあ、いい戦いはしたし、まあ、一個はね、まあ、もちろん昨日、翔平が投げたっていうのはあるんだけど、一個は取れたし、うん、今日もまあ、取れそうだったわけだしね。で、まあ、その前も、まあ、まあ、まあ、なんとなくやったわけですから、このチーム状態としては、それなりに、まあ、なんて言うんでしょう、唾液の攻めっていうか、えー、バントしたりとかね、いろいろこう、そういうこともやりつつ、まあ、そういう 中でいい風にはね言ってるのかなと思うし、うん、だから試合内容的にはよくはなってきてるしね、うん、まあこれをだから何でしょう、バントをねするとかエンドランするとかそういうところをこう継続してねチームとして継続してやっていってほしいんですけどまあそれがねやる試合があってもまあなんかいつの間にかまたただ振るだけになっちゃってるっていうことがねまあこのシーズン中でも起きてるわけですよ。 なんてしょう一貫してそれをやり続けるってことはまあなかったのでまあちょっとでもやっぱりやった方がいい感じにはなると思うんですよね、うん、今いい状態だとは思うしだからまあそれを続けてほしいなっていうのは昨日のねコメントの中でも多数あったし、うん、だからそれを続けていく中でまあ誰かがね一発打てばまあ点もいっぱい入るでしょうし まあ、そうやって一発打たなくても点を取るってことができてくると思うんでね、うん、まあそれを続けて明日から、えー、ドジャース戦ですけどもね、うん、そこにそこでもまあ、えー、カーショーとウリアスなんでね、まあいいピッチャーですから、そこでもこう点を取れるようにね、うん、続けてやっていってほしいなと思いまますねで、まあ、ねであさっきも言ったんですけど、明日カーショーとサンドバル。 でウリアスとスアレスというところになってで、まあ、その後オールスターがあるのでね、えー、しばらくチームとしてはお休みで、まあ、トラウトは明日出れるような話してましたけども、まあ、トラウトと翔平はオールスターがあるので、まあ、お休みではないけどもね、まあ、他の人はちょっと休憩して、まあやね、リフレッシュしてっていう形ですね。 でウェードがね昨日のいつだろう夜中ぐらいかな、1時とかかなあのトレードっていう話題っていうかツイッターでね流れてきてヤンキースに帰るということになりましてで、まあ、エンゼルスはお金か後日の選手っていうことで、まあ、誰がどうなるかねお金かもしれないし、まあ、誰かしら選手が来るかもしれないんだけどもまだ決定していないということで まあでもウェードとしてはヤンキース戻れたからまあいいっちゃいいのかなと思いますしね、うん、でまあ彼の使い方はヤンキースはよく分かっているのでまあねそのポストシーズンとかああいう1点をねこう争うときに使うんでねまあそういう時に上,が上げてくるのかなとは思いますけどもねまあ、とりあえずなんか、まあ、ウェードとしては 良かったのかなっていう感じはしますし、まあ、DFA になった時ヤンキース取り戻せっていうね、あのー、結構ね、ねヤンキースファンが言ってたんで、まあ、本当その通りになったなっていう感じでね良、まあ、かったんではないですかねエンゼルスもそのもう内野が飽和してるのでどっちしようそろそろね、あのー、フレッチが戻ってくるしそうなったら、まあ、また1人誰かしら落とすと思うんですよね。で、まあ、フレッチ ステファニックまあ、フィフォ、まあ、これでいいかなと思ってるんですけどね。うん。で、その中で、まあ、ベラスケが、こう、サブにいてっていう感じになってくるのかなとは思うんですけど、まあ、そうなると、まあ、下から、まあ、上げてくるっていうのは、そのね、よっぽど怪我人が出,る出ない限り、まあ、そんなにはいらないわけですから、まあ、結局、上げ、上がらないね、人を置いとくよりかは、まあ、 出しして何かららをもらった方がいいと思うので、ね、まあそれでウェードにしても、まあ、ヤンキースに戻れたからよかったかなというところですね、うん、ただまあそんなにんて言うんでしょうね選手を選ばれたとしても大した人は来ないんじゃないかなとは思うのでまあねこういうこういうレベルのトレードになっちゃうからね、うん、DFA した選手をトレードしてるだけなのでだからその誰が来るのかなっていうのはそんなに期待しない方がね いいいかなと思いますね大した選手は来ないと思いますと、うん、おそらくね、思うので、まあ、そういう感じかなと思います。ということでね、ね本日のエンゼルス情報でした。えー、続いてねヤンキース情報ですけども、えー、今日もヤンキースは延長10回まで行って、ですね7対6で負けたということになりまして、まあ、ちょっとヤンキース大丈夫かという感じに思いますね。であのー ゲームさんもね13ぐらいまでね15ぐらい空いてたと思うんだけど 14. 点いくつかなで13までね今詰まって、まあ、13で詰まってきたっていう表現もおかしいんだけどまあ投手よりかはっていう感じですよね勝率もまあ7割いくつだったのが今6割9分7人に落ちてるので、まあ、ちょっとこのところね連勝してないし負けが続いててまあ昨日はねなんかギリギリ勝ったけど 今日はギリギリリ負けちょっとね、っていう感じではあるかなと思いますね。最近のね、ヤンキースはね。ちょっと勢い落ちたなっていう感じあると思うんで、まあ、どうでしょうね。そのね、タンパが4連勝してるから、まあ差が縮まってるっていうのはあるんだけど、まあ、このままね、えー、負けていっちゃうと困っちゃうのでね。 まあなんとかしてもらいたいっていう気持ちはもちろんありますけども、まあ、まだそんなにね焦って言うほどのことでもないし、えー、他かの、ね、地区と比べればその13っていうのはまあ一番多分空いてるゲーム差だとは思うのでね、まあ、そんな焦ることではないんですが、まあ、大きな連敗をするとまあちょっと危うくなってくるかなと思うのでね、まあ、それだけは避けてほしいなという感じですねで、まあ明日からボストンなんですよね でまあこの前、ボストンは2勝2敗か。うん、なので、まあ3連戦して、えー、ホームランダービー、オールスターっていう風になるのでね、まあ、ここで、うん、まあ、2勝はしたいよね、とりあえずね。できれば3連勝したいんだけども、まあ、なんかちょっと今の段階、状況でいくと、なんだろう、あんまり微妙な感じなんだよね、調子が。だからまあ、 うん、まあ、三つ負けちゃ困るんで、とりあえず、まあ、一勝はしてほしい。で、まあ、できたら二勝って感じかなと思いますね。うん。三個負けるのはちょっと厳しいと思うので、ね、とりあえず一つは勝ってねって感じですね。うん、で、まあ、今日のその試合の感じですけども、まあ、あんま点がね、やっぱ取れなくて、一対一でね、行って、八回に、えー、ロワイザーがね、えー、最近戻ってきて、 まあ投入したんですけども、まあ、3点取られてっていうところで、えー、その裏ねでも3点取り返すわけですよエンゼルヤンキースもねジャッジのホームランと、えー、31号ホームランだからジャッジ久々からのホームラン最近なんかあんま打ったっていうあれがないんで,でヒットもあんまり出てない時もあるんでねちょっと調子落ちてるかなっていう感じだったんですけど、まあ、ジャッジホームランが31号が出たとでトーレスのツーランで同点にまあ追いついたんですけどもね延長で またね、先に3点取られちゃったのかな。で、その裏に、えー、カーペンターのツーランで、まあ、1点差までいったんだけどそれで終わりっていう感じで、まあ、ヤンキースもね、もうちょっと点取るチャンスはあったんですけどそこでももう1本出てないっていうところで、まあね、勝ちきれなかったかなっていう感じですけどもねまあでもちょっと、うんやっぱり勢いがなくなってきた感はあるかなと思うんでね うん、だからボストン戦でちょっといい感じには終わりたいなと思いますよね。うん、オールスター前。ということで、まあ、明日からボストン戦なんでね、まあ、そこ頑張ってもらって、まあ、オールスターというところになりますね。ということで本日も、ね、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッター、オーコメントよろしくお願いします。では終わります。えー、今日も、ね、雑談入れていこうと思いますけども、まあ、昨日はやっぱり、ね、アデルの話が、まあ 主にというか多くのねコメントがありましたけどもまあ一つあのー、僕のね思いがちゃんと伝わってないかっていうねコメントがあったんですけどもまああのー、ね僕はアデルをね上げろ上げろって言ってまあ昨日はねトレードに出せばっていうね話もしたんですけどまあ昨日何て,て言うでしょう上げろって言って出てきて昨日ミスしたからねじゃあトレードした方がいいよって いいう意見でではないわけですよねちゃんと話を聞いて,てくれた人は分かってると思うんですけどもまあ上げてねこのまままあ上でねやらせて、まあ、どうにかしてあげないでまた下に落としてね置いとくんであれば、まあ、要はエンゼルスの中でどうにかねその守備面とか走塁面とかをどうにかしてあげられないのであれば、まあ、出してあげて。 まあ今だったらねまだそのどうにかできるだろうって思うチームはあってまあ彼はそのポテンシャルがあるからねまあ価値はあるわけですよただこのあと3年ぐらい置いといて全然そのまんまね成長がなかったら価値がねもうだめだっていうか多分改善しないなっていうふうに見られちゃうのでまあ価値がね落ちていくわけですよねまあわかんないすげえ打ってるからそっちで価値が上がるっていう場合もあるけどすげえ打ってね っていう意味で、まあ、トレードに出せば方がいいんじゃない出してあげた方がいいのかなっていう話をしたんですけどもね。だから結局僕はもう前からそのアデルには期待してて、まあ、前回上がってきた時のライトのね、なんか、そう取りに行って遅くてどうのっていうのでね、で、守備のシフトを敷いてたから遅かったんだっていうね、わざわざね、動画を夜にもう一本出したぐらい、えー、彼についてはね、期待してるわけですから、 まあ、ただ単に昨日のエラーでね、ストレードに出せって言ってるわけではないと。まあ、ほとんどの人がね、ちゃんと聞いてれば分かると思うんですけども、まあ、そういうことなんですが、まあ、でもそれ以外にもね、あの、昨日武田さんがまあ BS だったのかな。で、まあ、相当切れていたということなんですけども、ただまあ、彼はですね、アデルにね、開幕当初からこう期待してね、まあ、成長していかなきゃダメで、まあ、彼ら、彼とまあ、マーシュがね、 一丁前になればエンゼルス強くなるということで言っていた中での、まああいうことをするから、まあ、で彼はピッチャーだからね、ピッチャーの気持ちも分かるわけだし、まあ、それでね多分鬼のように切れてるんだと思うんですけどもただまあねあねの BS で一方的にね鬼のように切れるとまあいいんですけどその真に受けちゃうっていうかねみんなそういう風に捉えちゃうんですよね、BS を見てる人たくさんいるから。そうすると もう当てるか当てるかっていうのがね余計になんていうんでしょう溢れてくるのでまあほどほどにしてほしいなと痛、うん、ぶり困っちゃうよっていう話なんですよね、うん、ただまあ武田さんが切れてるっていうのはその期待もしてたからっていうのはあるんでまあ別にいいんですけどもね、うんうん、であとですね、あのーまあ、なんでああいうことになるのかっていう話なんですけども まあ技術的なね、メンタルではないっていうコメントもね、多々あるんですが、じゃあ普通にですね、こう、じゃあ今からバックホームしろって言ってノックしたら彼は普通にやると思うんですよね。だけど試合になったらできないっていうことなんで、やっぱり技術じゃないと思うんですよね。うん。試合になっちゃうと普通にできないっていう何かがあると思うんですよ。練習で、 じゃあ今からバックホームねって言って試合形式でやってたら多分できるんだよね。と思うんですよ。てかできないことなんかないと思うんだよね。今まで野球やってきてんだから。から正直、失礼な話。あの、僕がね、あの試合行って、じゃあバックホーム来るからっつってやった方が多分マシなプレーはできたと思うんだよ。だからそれぐらいのね、レベルっていうのはわかってるんですが、じゃあなんでそんなことできないのっていうことなんだけど、やっぱり、 それはメンタルじゃないのって思うんですよね。だから普通に何て言うんでしょう、ノックでバックホームするよって言ってるのと、試合で、まあ、どういう状況になるか、どういう打球が飛んでくるかわからない中で、まあ、やってる、ね、プレイしてる中で彼はそれができないわけですよね。うん。だから多分何かしらの原因があると思うんですけども、まあ僕はメンタルじゃないのって思うんですよね。で、まあ今日もなんか、まあね、 危なっかしく見えるプレイはいっぱいありましたけども、ただ、ね、その、昨日も言ったけど、フェンス際のとか、撮ってるのより、昨日のバックホームする方が簡単だと思うんだよね。ただそれがやっぱできないんで、おそらく何かしらあるんじゃないかなと。それはもう前からね、言ってますし、まあ、それは試合の中で、あの、メジャーリーグの中の雰囲気の中の緊張感の中で、 どうにかしていかないといけないっていうふうに思ってるんですよね。だから結局、まあ、マイナーでやってても打球の速度とかも違うだろうし、飛んでくる打球の質も結構違うと思うんですよね。だからそういうところのギャップでこう、まあやられてるのかもしれないしまあよく分かんないんですけどね、なんでああなっちゃうのか。ただまあどうにかしてあげてほしいなと。で、も結局、ね、あれはもう技術でダメだっていう。 いう人もいるんだけど、じゃあ見捨てるのかっていう話なんだよね。まあ、その見捨てちゃうようなね、才能じゃないと思うしね。だから、なんとかしてあげてほしいなっていうのは思ってるわけですよね。エンゼルスの中で。ただ、まあ、なんとかできる自信がないんであれば出しちゃって、まあ、他の誰かもらった方がいいよねって、昨日の話でね。だから、多分なんとかしてくれるチームはあると思うんですよ、たくさん。まあね。 手を上げてくるところはねだからそこがねそこに上げちゃうのか自分のところでどうするのかっていうのに、ね、よって違ってきますけども、まあ、ただ頑張ってほしいなっていうのはまあ前から思ってるわけでねまあ普通にエンゼスでまあどうにか成長してくれたらいいなっていうのはずっと思ってますのでねまあそうなるといいしうんまあそうなってほしいなと思いますね。ここのところですねやっぱり ね、見てくださる方も増えたし、えー、視聴回数も増えたし、視聴時間っていうのがね、大事だと思うんですけども、それもまあ、それなりに増えたしっていうところで、まあ、ありがたいんですけどもね、ただまあ、何をやれば伸びるかっていうのは大体は分わかってきて、まあ、その、この前のね、ちょっとぶっ、ぶっ込んだね、動画とかありますけど、まあ、ああいう系のがやっぱ伸びるわけですよ。で、さらに、その、まあ、不仲説とか、誰がどうしたとか、ね、 そういうやつを僕は否定してる動画を出してると思うんですけどもそれをそのままねネットに書いてあるのとかを肯定して騒いでた方が多分視聴率は伸びるよねっていうね視聴数は伸びるかなっていうね思うのでまあ今からやりたい人はそれをやったらいいかなっていう感じはありますけどただ僕は今更それをやろうと思わないしねその変なことの違うだろうって俺が言ってることを肯定した動画をね 今から出すのもおかしいしね、まあ、それをやりたいとも思わないし、あの数のためにね。だからまあ、やりたいものを出してるんですけども、多分試合動画よりかは、そっちの方を出した方が、日々の,その数は伸びると思うんですけどもね、まあでも決して、そのなんて言うんでしょう、変なことを騒いで、数が欲しいわけじゃないでね、まあ、やりませんけども、今からやる人はいや、そっちをやった方がいいかなっていう風には思いますね。 でまあ、このところね、その数も、見てくださる数も増えたし、だから、それに伴って、収益も増えてるわけですけども、まあ、いくら言ったらね、あの、なんて言うんでしょう、今流行りの副業のね、副業っていくら稼げば、それなりの副業になるのかという感じでね、皆さんどう思いますかっていうところなんですけども、まあ、あと、まあ、一日、こう、野球を見て、まあ、合間に、 に20分ぐらいの動画を撮って、でちょっとし、ちょっとこう切り取って、あれして編集して、まあすぐ、えー、動画アップして、まあ、それを毎日やって、いくら稼げるんだったらやりますかっていうね、話聞いてみたいなって前から思ってるんですけど、まあここまで見てる方が少ないんでね、なかなかね、コメントが来るかわかりませんけども、もうちょっとね、どれ、どの程度だったら副業と言えるのか、 そして、毎日ね、この試合を見て動画を出す、まあ、2、30分話して動画を出す。で、これは僕的には別に合間にやって、そのね、野球の話して、編集をいっぱいしてるわけじゃないんで、毎日出すことは別に大変ではないんですよね。まあ、毎日出す、まあ、大変かもしれないけど、その労力的にはそうでもないんですよ。まあ、その中で、まあ、毎日一応出すと。で、いくら稼げたらやりたいか。 っていうのをねちょっとここまで見てる方はコメントくださったら、えー、嬉しいですということでまあ、今日もちょっと長くなっちゃうと思うんでもうこれで切りたいと思います、えー、ここまでねご視聴いただきありがとうございました